愛知の中学高等学校の皆さん、こんにちは。サバヤンゲームズさーしゃーということで、声はまあぼちぼちといったところ、本日のマリオカートドラツクス高校スタート、頑張っていきたいと思います。ちょっとね、空回りしちゃいましたけども、本日使ってくるのは、こちらの四つ子バイク全カスタム、あー、これもハンゴンだ、最悪だ。はい、本日もハンゴンですね。はい、嫌な予感がしますが、本日はこの四つ子バイクを使っていきます。よろしくお願いします。さあ、まずはメダルを取りたいところなんだけど、取れない。さあ、まず全部交換して、さあ、最近ですね、皆さん、たくさんのグッズともだ、昨日どうもお知り合い本当にありがとうございます。現在ですね、高評価が1万を超えるたびにスイッチ1台プレゼントというね、イベントを開催しております。はい、ぜひとも皆さん高評価を教えてください。現在すでに、24台のスイッチプレゼントが確定しております。はい、ちょっと落下しておりますが、はい、確定しているんで、皆さんぜひとも、昨日とか一昨日の動画お知らせできたら、ぜひ、グッズともだ押しといてください。よろしくお願いします。さあ、まずはここでキノコを使ってショーツカッチングをかます。さあ、いいとこまで来てるよ、いいとこまで来てんじゃないこれ。でメダル取って、押されないように気をつけて、でメダル1枚2枚取って、ここで振っちゃうか、少し待ってくれないか。今のダブライ取って、まだいいんじゃない。さあ、どこにいるみんな。結構ね、モサレート隊なんだよね、これ。モサレート隊だから、正直、一筋縄じゃいかないのは、分かりきった話。はい、ということで、かなり上位に、上昇していきたい所存である。さあ、まずはキノコガッツリ使って、もここはね、内側から行く。こうやって。こうやって内側から行っちゃって、で、このジャンピングアクションかまして、キノコ1個使って、リカバっていくと。さあ、全部避けて、アイテム行こうって、キノコで、超使っつんかます。さあ、キノコさん。俺だね。なんでそれ俺になんの。いや、後ろのあのヨッシー嫌だな。うわ、ダブライト取れなかったし、わらー、くそったれ、マジで。誰投げたの今の。どこのゴミクズ。これビビじゃん絶対に。もうせっかく昨日さ、この後レート見たら分かると思うんだけど、俺下がったレートで昨日夜通してさ、戻したんだよ。夜通して戻したのに、また下がってんだよね。これ難しい。なんとか11位。ビリ嫌だから、ビリ嫌だから。え、ちょ、ビリ嫌だっつってんじゃん。ねえねえ、おかしいおかしい、よしやめろ、危ない。昨日ね、夜通しで戻したんだよ、レートね、700まで戻してんだよ。てことで、本日もガングリね、レート下がっていくと思いますが、最後までご視聴よろしくお願いします。大レースいきましょう。腐ったらゴミがカス。はい、てことで第2レース来ちゃいました。チーズランドウェア、どんなカートであろうが、どんなバイクであろうが、チーズランド俺が勝つ。ここスタート。勝ったら、皆さんチャンネル登録とグッズとボタン、間違いなくよろしくします。まあ、かなり可能性正直低い。正直カート関係ないとか言ってるけど、結構関係ある。こういうね、チーズランドも意外とね、細かいところ、挙動いかにうまく走れるかは非常に重要。あのこれだけだよ、危ねえ危ねえ、マジ危ねえ。こういうところさ、ちゃんとこう走るかどうかって結構重要な。じゃあここでちゃんとメダル集めれんのっていう。ほら、集めれんの俺集めてるけどさ、こういうとこも非常に後々重要になってくる。で、誰も前行ってないんだよね。ダブレットとこ。オッケー、スター引いた。うわ、これいらな。使っちゃおう。パツクいらないから。使っちゃって、これ作っといて。自ら命を絶っていくと。はい、そのスタイルも忘れない。これ、オッケー、これで髪振って、オッケーオッケー。オッケー。で、ダブライト取り行こう。ダブライト取り行こう。ダブライト、ダブル取って、オッケー、メダル2枚取って、うわー、マジいらない。うわーい、ぶつかるね。ほら、こういう、俺が言ってんのはこういうこと。こういう挙動のとこで、こう、被弾したりとかしちゃうと、正直勝てない。いってー。いやー、これ髪は振らないで。冷静に落ち着いて。落ち着いてさ、ショートカッティングして。え、うわ、スター取られた。最悪だわ。うわ、ダブルゴーができてないし。スター使う。これ髪振ったら終わるから。スター使って、さあどこまでいける。髪振らないから。危ない危ない危ない、マジ危ない。オッケー、これ振ったら、え、熱い、これ熱い、これ熱い。ダブル打って。キラ。うわ、出ないの、なんで。キノコでショートカットして、危ねえ、ジャンピングアクション決めて、引かないでマジで。うわーっと、マジでまずい。オッケー、でもショートカットいけて、まだ全然ある、全然ある、全然可能性残されてる。ダブル打って、いい走りしてる、いい走りしてる、サワちゃん。キヨさんある。
俺じゃない、ジャンピングアクション、キロ1個使ってジャンピングアクション。え、悪いし、もうゴールしてんじゃん。ねえ、なんでそんなみんなゴールしてんの。よし、と見て、オッケー、はいはい、そーい。やっぱチーズランドうまいね。なんでゴールしてんの。でも3位はね、うまいんだよね、やっぱり。このコースはなんだかんだ勝てちゃうのがサワちゃん。キラーがなくてもちゃんと勝ってきちゃうのがサワちゃん。キックが5万3000レートなんだよね。5万3000レートに、俺は今、ハングオンの四つ芝バイクで勝とうとしてる。はい、ってことで、第3レースはネイチャーロード。正直、モサ部屋すぎて、この、カスタムで戦うべき部屋ではない、正直。普通のカスタムでも、ここ勝てるかどうか危ういところを、スタート、自らの首を絞めて戦ってる俺は今。スタート頑張っていきましょう。風起こせ。なんでそれで風取れないの。よし、とりあえず曲がって。徐々に挙動に慣れていこう。挙動に慣れていこう。ダブル取れないね、シングルでいい。風起こせ。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。マジ危ない。間一発全部避けてんの。もうやめて。ここも乗るのすごくないか、ハングオンで。ジャンピングアクションでダブル潰しといて、ジャンピングアクション。オッケー。オッケー。ミドさん強い。これ平下だとこう強いイメージだ。マジで。がっつり。で、ここで誰かやりたい。よし、これ食らわない。アイテム1個取って、これトゲ待ちでかなりいい位置つけてるよ。ジャンピングアクションで。がっつり。うわっと危ない。マジ危なかった今の。よく耐えた俺。俺よく耐えた。アイテム行こうって。なんかやられてる。危ない危ない危ない。なんかショートカット、ショートカット新しいやから。俺キノコ裏に持ってるから、これは強いよ。ミンタも貯めて。メダル欲しいね。メダルは詰めたい。オッケー、メダル詰めて。もう一枚詰めて。コマ行こう、コマ行こう。もうトゲ待ち、トゲ待ち。トゲ待ち、全然いい。あと前二人やり合ったところを拒否る。その姿勢。わぁ。もう来ないで、アンゴール頼むから。よし、キラー来たよ。オッケー、いい感じ、いい感じ、いい感じ。いい感じだよ。いい感じだよ。サワちゃん、いい感じだよ。トゲ早く来い。あとはトゲが来ることを待つだけ。ジャンピングアクション。ジャンピングアクション。キラー。あの頃投げて。トゲ来てる。完璧。ケツ防御していけるでしょ。頼むからもう来るな。いけたいけたいけた。おい強い。サウナ最高。皆さんこれはすごいと思います。グッズとボタン必ず。おはい、てことで天才です。もうね、反抗競泳やりたくないから、気持ちよくなりたいから、普通の、あの、もう最近流行ってる、この、元動作を乗らせてくれ。ここ、これはもうね、スタートか、スタダの調子が悪いこと!ってことで、ちょっとね、一回、楽しくマリオカートやる。久しぶりにそういったこともやりたい。よろしくお願いします。さあ、最近俺マジこいつでね、かなり総力上げてきてるから、みんなに期待してみてほしい。マジ期待してみてほしい。本当に総力上げてきてるから、俺。さあ、このメダル1枚取って、テルさん使っちゃおう。どうせ6ラインでも引っ張ってこないからですよね。さあダブライン取って、でこれメダル1枚取って、でここも1枚集めて。いいねいいねいいね。サワちゃんいいよ。メダル回収の精度がなんといいこと。これちょっと上乗る練習したいんだよね。上乗る。 OK 乗れたね。これ今回は正直あんま乗る気なかったけど、ね、危ない。うわここで。さあショートカット、超ツトカツとして、うん、どうしようかな。これ一回停止してもいいかもしれない。停止して、でこれなんかさ、ねえそれは違うじゃん。振りすぎじゃない。ちょっとどういうこと。このキロが拾っとこう。このキロが拾っといて誰にも渡さない、そういった姿勢をちゃんと提示していく。世間一般の皆様にさ、ダブライトって強いので、ああ悪くない、結構いいかもしれない。これちょっと使ってって、これ次ね、上のアイテム取りたいんだよね。上のアイテム取りたくて、乗らないの、それそれ乗らないんですか。ちょっと待って、一回落ち着いて。使うわ、これ使わないとさすがに追いつかない。さすがに押さないといかないと追いつかない。
アップでまして。あ、キラ。あ、使うわ。うん、頑張り使って。さあ、どうだ。どうこれ。いいガンゴリなんじゃないのこれ。うわ、ダブル取れないか。どうする。やばいね。いや、だよね。だよね。うん、ゴミくず湧いてくるんだよ、だいたいこういう時に。ゴミ虫が、虫けらが湧いてくるんだよな。さあ、キノさん、どこまで登れる。どこまで登れる。うわ、危ない危ない。後ろからいっぱい来てる。後ろからいっぱい来てる。後ろからいっぱい来てるから、急いで急いで、はい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 、うよい。この処理どうですか。あのどん底からちゃんと上位に戻ってくるさ。はい、てことでね、ちょっと動画にするか、グレイシリーズやっていきたいと思います。やはりね、サワヤンゲームズ遠野向こうのマリオカートといえば、誰しもがいつもは期待してる、ここ最高のスタート落ちでございます。落ち作りのお時間がやってまいりました。このレースを見てくれたあなた、間違いなくこの最後に面白い展開が待っております。ってことで、今後もぜひとも、サワヤンゲーム動画見るときは最後まで見るようにしてください。最後まで飛ばさずに見ると人一倍、誰よりも感動を味わいます。さあ、ダブル、あ、まず赤コーラぶち投げて、はい、2枚抜きをしていくと、はい、2枚抜き、赤コーラ1個で2人をやっつける、そういうあの高度なテクニックも兼ね備えております。私の静江は、うん、静雄はそういう高度なテクニックも兼ね備えているんで、皆さんぜひともね、ガッツし、ガー、お前ダブルダブル取んね、お前俺にアイテム譲るって、お前教育しされてねえのか、お前。ただメダル6枚あるから、もうこっからちょっと徐々に上がっていこうか。前も結構、まあ、なんで何の停止それ、ねえ、何の停止それ、何の停止してんのあいつ、何の停止してんのあいつ、あいつ、ああいうやつ俺マジ許さないよ。はい、まずトゲ投げる、メダル取って、メダルいっぱい取って、はい、オッケー。とりあえず徐々にメダル、まあ、トゲ投げてるから全然そんなそ、あ、離れてないし、まだ全然いける。でダブル取るじゃん。でこれ相手バグる、はい、バグらない、全然バグってない、めっちゃ普通。あ、これ投げて、早く投げて、早く、待って、あいつと同じルート行ったら終わる。よかったー。いやー、もうまた取れない。あー、もう本当にゴミ、本当にゴミだな。ここのアイテム取れないと上がっていけないんだよ、マジで。で、マジ邪魔。これ、火の玉ボーイ、マジ。ゴミ高取り、マジ邪魔。火の玉ボーイ、ゴミ高取り、本当に今、お前の出番じゃない、本当に。さ、今、12位ね。こっから勝ったらすごいと思わないか、みんな。こっから勝ったら。このメダル5枚で。このメダル5枚で、勝ったらすごいと思わないか。あ、ダメだ。勝てないかもしれない。勝てないかもしれない、ごめん、みんな勝てないかもしれないわ、ごめん、ちょっと撤回する。サンダー回避決めない限りこれ勝てないよ俺。シングルでいい、シングル取って、キラゲッツ。もうこれでカメラ来ても何来ても怖くないよ、何来ても怖くない。長いカット次。最後まで見てくれたそこの君にチーズランドが、はい、こう感動を送ります。スタート、久しぶりにチーズランドの一味を見たいよね。 OK、 見せます。しかもこのカートで、さっきはさ、ハンゴンでやったじゃん。このカートで走れば俺間違いなく1位取る自信がある。正直クソ自信ある。それを今から証明する。今からそれを証明します。ちょっと黙っちゃったね、ごめんね。はい、 OK、 この1枚取って、でこのメダル全部俺が取る。全部俺のメダルだっつってんだよ、日本語わかる。あー、もう誰、ちょっと待って、落ちんね。オッケー、落ちなかっただけ褒める、落ちなかっただけ褒めるわ。オッケーオッケー、そっち行ってもらって、ジャンピングアクション、全然問題ない、俺スター持ってるから。このスター使いながらショートが突っ込んで、アイテムを回収していく、そういう立ち回り。ジャンピングアクションでガッツリで、ダブルエッド、オッケー、完璧。流れるようなアイテム回収で、これも運んじゃって、これ返しちゃう、勝ち、はい、勝ちね、言ってやる。で、キヨさんが、で、裏キヨさんで、最強、もう最強なんです、もう最強なんです。だからあとはテレサにパクられさえしなければ勝ち。で、ちゃんとキラー避けて、はい、完璧、もう完璧なんだよね、全てが完璧。あとちょっとこう光らないこととか意識して、危ないね。さあ、大丈夫、冷静沈着。サバちゃん冷静沈着すぎても感動の嵐、全国民が感動するその瞬間、まもなく訪れます。いきます。
取ります。行きます、サワちゃんが行きます。さあもう髪は切らない、それ違う、それちょっと違う、そういうことするべきだ。ジャンピングショー、キロを使ってトゲいってる、キロを使ってキロを使ってジャンピングショー決めて勝つのは俺。チャンネル登録、高評価、有言実行のとこサワヤンゲーム、皆さんと一緒に夢の舞台駆け上がりましょう。シャラー。